はい。炊飯ジャオを開けます。パカ、えー。ご飯が炊けました。日本米です。彼女が炊いた人生初の、えー、ライスです、えー。日本人がタイに来て、えー、部屋を借りると、えー、驚きます。キッチンがないんですよね。この国の、えー、アパートとかには、うん。じゃあ料理全くしないのかっていうと、小さな、えー、まな板なんかを、えー、用意して床でやってます。 でね、あの朝起きるとアジとか鮭とか味噌汁とかもう全部用意されてる。ねご飯も炊かれて湯気が立ってるようなあの朝の食卓日本のね、あれがね、どれだけすごいことか。ね、あれを当然毎日のようにやってる日本人妻ってのは、もっともっと評価されてしかりだし、それを日本人男性はすっかり忘れちゃってますから、 是非一度ねタイ人ともしくは東南アジアに来て結婚してみてほしいですねはっと気づきますからまあその中、えー、今日は妻がね日本米を買ってきて炊飯器で炊いて、えー、寿司やりますとでなぜ寿司やるかというと、えー、これはまた長い説明が必要なんですが、えー、うちの妻と、えー、店のマネージャーである俺の友達が大喧嘩してるんですよね えー、経営のね、方針っていうわけじゃないんですけど、方針って言えるほど、彼らみんな考えちゃいないんですが、まあそこをめぐって、えー、大喧嘩してます。ね。万が一、いた前が、みんなやめてしまった時に、えー、その時のために自分で寿司を握れるようにしとこうか、という、ね、非常に安易な考えなんですが、そういったものにもね、あ、そうだそうだって、乗っていかないと、 えー、東南アジアで幸せな家庭生活を築くことは、まあ、まず無理でしょう、ね、嫁としての技術の拙さを指摘しない、ね、これくらいできろよっていうことを言わないのが日本人と東南アジアがうまくやっていく、ね、とても重要な、えー、注意事項ですなぜなら日本人妻の、えー、ポテンシャル ってのをいくら求めても求めきれるもんじゃないんです、ねうん、もう文化の蓄積が全然違くて、ね、そこも花から諦めて海外に出ていくるそして結婚していく日本人妻に求めるものを求めないそしてただ目の前のことに乗っていくヘラヘラしとくことで言わしてもらうと私が自負してる自分の長所は何も言わないこと何も言わずに入れること それが円満の秘訣